白井選手、はい、ベストダゾンベストあゴール4位。おめでとうございます。4位ね。4位っす。ダサ。いや、俺この前5位だし。ダサ、もっと。知ってましたか、ダゾン。知ってました。お、何が良かったですか。寝てる？空いてますよ。あ、起きてる。何が良かったですか、自分の中では。あのゴールの流れですか。はい。まあ、いつも練習でやってた外中のコンビネーションが、はい、来たのが良かったです。丹羽選手から。あ、そうですね、大阪桐蔭のホットラインが仲悪いんだよね。めっちゃ仲いいっす。これが仲いい振りだもん。そうそう、ずっと振りしてる。すごい、逆にきついっすよ。かわいそう、2人と全然喋んないから。かわいそう、2人だ。本当は仲悪いのに。まあそういうことにしてみましょう。見てて悲しいもん。何でもいいっす。有田選手から、あのベスト4のゴールの良かったところを教えてください。まあ、カウンターで相手に走り勝ったとこっすかね。まあ、特にないっていうことかな。いやいや、コウスケとそのシオンのも関係もいいけど、そのチームとしてね。はい。リード選手は僕はないかな。まあ、まあいつもね、ご飯連れてるから、ね、そのおかげでパワーがね。え、まだ1回しかないですけど。いや、またありますよ。またあるか。今週またあります。何を奢ってもらったんですか。焼肉です。え、よく言ってん。いつも俺はよく連れてってもらってます。あ、そうなんですか。リンド選手おごりで。そうです、林道会っていうのを使う。お金、財布になってます。ちょっと危ないんですけどね。危なくない。どういうことですか、これ。いや、林道会っていうちょっと名前で全然危ない。ちょっとやから風なイメージが。じゃあ兄貴、兄貴、兄貴全然お財布です。ボスなんで。そういう、でもこう兄貴肌っぽい。違います。あるんですか。お財布って、はい、めっちゃお世話になってます。全然俺の話聞いてくんない。いいですそして、やめろ。あの皆さんにちょっとビブスも来ていただいてますが、今度福岡戦の前に、愛媛国体、100日前イベントというのがちょっと大きなイベントがありまして、前園正清さんがやってきます。お、なんか知ってることありますか。前園さん、ドリブラー。ドリブラー。お、そうですね。生まれてプレー集見たら、はい、ドリブルであのキーパーまで抜いたフリューゲルスの時の、はい、シュートとかは見たことあります。お、それ見た感想はどうですか。うまっ。キレッキレのね。キレッキレ、キレッキレ。白井選手も同じドリブラーとして。お、お、いや、あのちょうど俺お父さんから LINE が入ってて、ドリブルのコツを一つでも聞いとけって言われたら。おお、それも聞いとおるんじゃない。教えてくれたら。そうなんですか。え、お父さんも。もうお父さんサッカー好きで、なんか逐一なんかそういう謎のメールを送ってくるんですけど。わかる。わかります。わかる。うちも来る。わかります。まあみんなそうなんですね。みんな来る。みんなそうです。あ、結構親からラインとか。そうです。たまになんかボソッと。毎週来ます。俺。地震とかだと秒で来るよ。あ、俺来ました。避難場所決めてくるときに。避難場所。結構心配してくれてるんです、ね。はい。みんなあるみたいです。福岡戦に向けて、はい、有田選手からお願いします。まああのリーグ戦の試合と天皇杯といい流れで、まあ勝ててきてるんで、福岡も、しっかり、まあ首位相手ですけど、まあ勝って差を縮められるように戦っていきたいと思います。そしてリード選手。まああの前線が好調なので。後ろはしっかりと無視点で守れば前が結果出してくると思うので、それを信じて90分間守ります。向こうのでかいでかい相手はどうしますか。まあ西岡がいるんでね。そうですね、はい、西岡に全部任せます。はい、そして平井選手、まだホームでのゴールがないので、ホームで決めて勝って、まあ、みんなで上行きましょう。また焼肉もいけるかもしれないです。とりあえず福岡戦前に一回やるか。明日かな、今日かな、今日かな。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次のホームは福岡戦。